皆さんこんにちは、森有です。はい、今日は全く見えないんですけれども、裸眼の状態でお化粧をしていきたいと思います。秋冬メイクみたいな感じで100均縛りでやっていきたいと思います。用意するものはこちら。全然今見えてないんですけれども、透明化粧下地、これねめっちゃいいっておすすめしてもらったので使ってみたいなと思います。こんぐらい取って、全然見えてない、どうしよう。下地はめっちゃ大事だからねって言われて、はい。そしてこちらパウダーファンデーションを使っていきます。はい、そして眉毛を描きます。眉毛はねこれティントだから整えるぐらいで大丈夫だと思います。はい、そしてこちらを上から、結構ピンクになっちゃってるんですけど、アイブロウコートを塗っていきます。乾かせ。そしてこちらハイライトとノーズシャドウになります。パフを使ってここのコントーアーを入れていきます。私が言っているデーモン小暮ゾーン入れていきます。はい、そしてオレンジのチークを入れます。うんって笑った時にここにつくように入れます。ブラシもうちょっと大きめの方がいいかもしれない。付属のだとちょっとねやりづらい。はい、そしてグリッターアイシャドウを塗っていきます。このホワイトで涙袋かけそうなので描いていきます。で、この涙袋を強調させるためにこのオレンジを、見えないマジで裸眼やばい。はい、そしてここのホールにゴールドを入れていきます。そしてこの真ん中にブラウン入れます。はい、そして最後にこのピンクを目尻の部分に塗っていきます。はい、そしてこちらのアイライナー引いていきます。はい、そしてつけまつげつけます。はい、そして下まつげにマスカラを塗っていきます。上はもう私まつ毛が 2,3 本残ってるのでできないので。はい、そして最後にこのリップを塗って終わりです。はい、ということで裸眼の秋メイク完成しました。あげるの遅くなってしまって本当にごめんなさい。こんな感じで終わりました。ということで、私の100均のフルメイクはこんな感じです。ぜひやってみてください。森有でした。せーの、おつわり、バイバーイ。